決めずに、はい、はいはい、はい、今始まりました。へいへいへい、岡田圭介のダラダララジオ、多分ね、確か第24回ですね。結構もうね、結構やっております。でこれ前身がワクワクラジオっていうのを前身的なやつやってたんですけど、それが9回で終わったんですけど、なんか通算すると33回目ぐらいだと思います。今日はなんとね、いつも一人でやってるんですが、ゲストが今日も来ていただきまして、はい、どうぞ。はい、ミュージシャンの若尾敦也さんです。はい、GP サラマンダー敦也。そうでした、そうでした、はい、サラマンダの部分を、はい、また来ちゃいました。忘れてました。準レギュラーってことでね。はい、いやもう、このラジオに2回以上ゲストで出てくれた人いないので。月1で来ますよ。ありがとうございます。この超不人気過疎ラジオなんですけどね。もう一人いますよ、今日は。お、ゲストが初めての3人体制で。ご挨拶をどうぞ。どうです、恥ずかしいの？急に恥ずかしいの？そうですか。自己紹介は、うちの大師匠が来てますんで。大師匠です。大師匠って何っていう人はライブに来てください。赤尾さん、ライブに来れば分かります。イエーイ。なんでそんな変な声。はい、分かりました。はい、もう帰っていいですよ。今開始1分30秒で誰も来てないという。ちょっともうちょっと来てくれないと。土曜日の無駄なおしゃべりになってしまう。いやいや、まあ後であげるまあね、そうですけどね。結局ね、全然来ない時ありますから。最近なんて全然来ないんですけど、あげると何人か来るので、うん、配置っていうの、そう、どういう意味なんでしょう。ちょっと師匠、ちょっと言語感覚が独特なんで。廃棄、うちの娘もそうですよ。廃棄、いやいや、でも子供ってみんなそんな感じだと思いますけど、いやいや、そんな感じで。1ヶ月どうお過ごしでしたか。僕は住みたくらし、廃棄タイプ来た。もうちょっと声小さくしてもらって。先月ライブが前、なんだろう、まあ、先月はライブがあって、でその時、うん、このですね、レコーディングが1個決まったんですよ、うん、赤尾さんともレコーディングするんですけど、うん、それと別で決まって、うん、で5月にそれが決まって6月の下旬にあるんですけど、まあそれが近況というか進展というか。あ、1人来てくれましたよ。閲覧1人ありがとうございます。ちょっと師匠、あ、2人になった。師匠俺のメガネ取って。5月はそうですね。赤尾さんはどうでした。僕はね、あれですね、とりあえず、痛風で寝込みましたね。最悪ですね。あ、でも俺も5月は体調悪かったんですよ、そういえば。やっぱね、急に暑かったから。あ、やっぱりこれもあったのかな。なんかね、ずっと喉が痛くて、でだからツイキャスでたまに結構歌ったりしてるんですけど、それも休んでて、でも結局もう、もう休んでてもずっと休み続ける。あれでしょべたべたな。あやさん、ね、ちょっと人が喋ってる時は待ってね。タイミング大事で、師匠、ちょっとそこ勉強しよう、師匠。まあそんな大した話でもないんだけど。あ、こんにちは、鹿海さん、前回に引き続き来てくれましたね。ありがとうございます。そうそう、まあ、ツイキャスなんて別にライブでお金を取ってるのと違うから、うん、喉調子悪くてもいいやって感じで、最終的には喉調子悪いまま歌いましたけどね。可愛い声が、可愛い声が、あ、そう、はい、うちの師匠がねいらっしゃってますんで。そうそう、そうですね。痛風ってどんな感じなんですか。いや、もうだから歩けないですよ。足首とか関節が痛んじゃうんで、うん、もう体重かけられないんで完全に歩けないです。かわいそう、いや、自業自得なんですけどね。酒の飲みすぎなんですけどね。そんな酒飲んでるんですか。そんな飲むんですよね。そんな、あ、でも結構夜とかね、ツイッターでなんか酔っ払ってそうだなっていうツイートをしてますよね、うんうん、結構。そうですね、うん、そうです、そうです。じゃあ今日は、そうそう、我々はレコーディングをするんですよね、この後ね。はい、レコーディングするので公開リハがてら、このツイキャスをやろうってことになったので、うん、まあ、一応枠が30分なんですが2曲やりたいですよ、ね、両方やるんですか。あれ、
本当その1曲だけにしよう。いやいや、レコーディングは両方やるけど、あ、放送も2曲やりますと思ってたんですけど、俺は1曲だけでいいか別に、うん、前やったし、あ、前やったっすもんね。そうじゃあ、おレコーディング、まあ、前の曲は前の回を YouTube で見てもらう。そうですね。そういや、そうだ。じゃあ前やったのはハッピーエンディングという曲でしたけど、今日は違う方を。ハッピーエンドだよ。あれハッピーエンドか、ごめんなさい。だから放題はハッピーエンドなんです。放題っていうかハッピーエンドなんですけど、はいはい、全部英訳つけてるんですよ。英語でハッピーエンドって和製英語なんで。あ、なるほど。英訳するときにはハッピーエンディングにしないと通じない。あの、そうか、世界に向けて発信してるから。そうああ、そういうことだったんだ。じゃあハッピー、じゃあまあ別に間違いでもないんだ。間違いでもないですけど、師匠は怒ってます、ね。わかりました。じゃあ、まあ、はい、そうですね。わかりました。じゃあ、前回はハッピーエンドというね、はい、曲をね、やりましたけど、はい、今回は月影という曲をやろうと思ってて、はい、へえ、そうなのか、としかみさんが言ってまして、うん、で、そうですね、あの、その2曲が入った、CD 作るんですっけ。そうです、はい、作ります。そして、あ、そうだ、重大告知ですよ。はいはい、9月21日、あ、そうだそうだ、お昼、にですね、赤尾 JP サラマンダー厚谷、自主興行ということで、また主催イベントやりますけれども、岡田圭佑さんの出演が決まりました。うい、はい、ぜひ。岡田さんの事情によりすごい早い時間にライブやります。そうですね、ちょっと僕の事情がありまして。みんな頑張ってきてください。はい、でもでスタートが午前中なんで。そうだそうだ。頑張ってください皆さん。でそこで、ね、今これから作る CD を、はい、発売しよう。猫発という感じでね。頑張ってやりますんで。おお。よくわからない、応援が、ファンファーレ見に行きます。おお、しかみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。見に来て、今一人あの客を確保しましたね。お客さんゲット。じゃあ当日お会いできるのを楽しみにしております。はい、ちょっと壊れたサンプラーみたいなやつが今後ろにいて。まあ賑やかな感じでね。はい、じゃあ早速やっちゃいます。歌ってみますかね。やってみますかね。はい、ちょっとまだ。アレンジが探り探りではあるんですが、じゃあ曲についていろいろ聞きたいこともあるけど後にしましょう。そうですね、とりあえずやってみてと。後ろ下がる。はい、じゃあ、はい、赤尾敦也、あ、赤尾じ、え？赤尾 JP サラマンダー敦也です。はい。赤尾と敦也の間にするが。そうです。赤尾 JP サラマンダー敦也＆岡田圭佑で、月影。
消えていた月影消えてゆく僕は一人きりで夜すがを探してる明日が来るまでにうお月影もう少し照らし続けてくれ夜すがを探してる僕を見捨てないでなんかありましたね事故がね放送事故がねめっちゃ面白かった氷上さん拍手をいただきましたありがとうはい、ありがとうアイラさんも太鼓ありがとうね後ろでねカホンカホンありがとうありがとうございます3人編成でお送りいたしました、うん、これっていつ頃の曲なんですか。これは最初に作ったのは2000年代前半ぐらいだったんですけどってことはもう15年ぐらい前、うん、で今音源で今のライブとかでやってる音に作り直したのが2007、8年ぐらいだと思います、ね、なるほどなるほど、うん、あの使ってるあの機材を総入れ替えしたんでその時にで音を全部変えたんですよ。あの YouTube に、この曲の、うん、あ送っていただいたバージョンが何年ぐらいでしたっけ。あれは最新です。最新なんだ。最新2013年。あそうなんだ。結構新しいですね。2013年の、ね、バージョンの、ね、録音が、ね、あるんですけど、それが、まあ、かなりあのエレクトロみたいな、うんうん、エレクトロニカ的な、そうですね、DTM じゃない、なんか EDM っていうのが違うか、まあ、今に言うとね、まあ、なかなかね、あれ作った時は EDM ってあんま流行ってなかったんですけど、非常にね素晴らしい、あのクオリティすごく高いので、あのちょっと後でこの動画上げる時にリンク貼っときます。自分でもねあれ今ちょっとこう、ね、曲やるから、はい、改めてこうちゃんと聞いたんですよね、うん、ちゃんとこうあの譜面とか見な、譜面っていうか打ち込みのデータを見ながら俺すごいことやってるねと思ってすごいですね。なんかあのなかなか凝ってる。そうそう、すっごいアレンジ凝ってて、うん、構成もまず凝ってますもんね。なんか1番のあとすぐサビいかないくて、2番ではすぐサビいくこう、コットとか、ハッピーエンドは結構あのなんですか、あのシンプルな構成だけど、ね、うん、これはかなり こっちは凝ってて、結構がだいぶ汗かいております。そうですか。そうか、俺も汗かいてなんかアイラさん月影好きでしょ。俺もね、俺も好きですよ、うん、これライブで何回か聞いてたんですけど、うん、あ歌詞は後からつけるんですよね、いつも赤尾さんは。だからこれ、ね、歌詞もそうだしメロディーも、そう、あ、これもやっぱ打ち込みありきで始まった曲だった。そうですね、最初はまああのちょっと原曲全然違いますけど、最初はあの、うん、ピアノのなんかなんですかリフっていうんですかね、なんかアルペジオっていうか、うん、から始まるんですけど、あのフレーズが一番最初、あの、なんかこんな、まあ、こんな感じ。そう、それをあの当時バンドやってて、うん、あれがかっこいいですね、うん、バンドやっててベースストだったんですけど、あのちょっと BGM が大きめなんですけどね、このラジオはアカペラの BGM がそのリハーサルの途中にちょっと喋ってる、俺が喋ってる、俺の番がリハーサルでその練習してて、でこう休憩の時間にあのまああんまそんなベースそんな得意じゃなかったんであの休憩時間に息抜きがてらこうスタジオに置いてあったキーボードを触ってたんですよ、うん、その時にさっきのピアノのフレーズがふって出てきて、でこれは
いけるぞと。なるほど、これは名曲来たと思ってそういう降ってきたんだ。そう、それであともう一個があのサビのところで、あの後ろでタンタタン、あれあれだ、タタン、はいはい、タン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 ってなってる、あれもう一個思いついたんですよ。おで、あれをちょっとその感じをちょっと EDM っぽい感じにしたいなって思って、その2つをベースにあの曲作って。なるほどね。で全部できて、あので歌詞書いて適当にあのオケに乗るようにメロディー作って。なるほどなるほど、うん、そっかそっか。なんかいろんな人それぞれね、10人いったら曲の作り方10通りあるじゃないですか、うん、細部から入るんですね、僕ね。そういうことですよね。なるほどなるほど。ディティールありきというか、うん、そうですね、うん、何だろう、10曲が10だとしたら1できたら、そこからダメだ、うまいこと言えない。あれ、だから作る時の自分のワクワク感の問題で、あのそういう細かいところができると、なかなか聞けない話だな。ワクワクするんですよ。はいはいはい。あのあそで分かるな、その、うん、あの俺もいいおかずが生まれた時とか、そう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 、とても嬉しいけど、それはでも俺の場合後なんだよな、うん、出来上がった後にそのおかずが出てくるんですけど、 それが最初にあるっていうことですよね。だからそれまで待てないんですよ。はい、だから、ね、普通にこう歌とかから入るとやっぱこう、うん、ど真ん中な感じでこう走り始めちゃうんで、曲の作りが。で後からそこにこうおかずが入ってくるっていうのをやると、そのおかずが出てくるまでが遠いんで、プロセスの中でその前に飽きちゃって嫌になっちゃうんですよ。先にこう細かい、あこれはちょっと変わったフレーズだから、これをフィーチャーしていこうみたいなのが先にあると、もう気持ちがずっと持つんです。あ、じゃあ俺と正反対なのかもしれない。それはおだから面白いですね。あ、俺はもう、もう初めに言葉ありきなんですよ。もう歌詞の歌詞っていうか、そのなんか大体の言いたいことみたいな、うん、その歌のテーマが、あのその言葉でこんな、こういう内容が言いたいんだよみたいな、うん、あのぼんやりしたものがあって、それを歌詞にして、うん、で歌詞にしてこう 行にして、数行のこうまとまりにしていくんですよ。4行だったら4行で、うん、その4行が3連あるみたいにしておいて、でその言葉の並びを見ながらピアノでボロンボロンとメロディーをはめていって、でなんとなく形になったら、そこからイントロ作って、うん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 、アウトロ作っておかず入れてみたいな感じだから、もう逆ですね。そう、完全にもうイントロから作ってるから。そう でそのなんかテーマとしてこう伝えたいこととかはないわけですもんね、その最初の段階ではね。だから最初に仮の曲名つけるんですよ、ね、はいはいはい、それがねもう最終的には全然違う。最後歌詞とかつけて、その歌詞に合わせたタイトルに変えちゃうんで、うん、最初は全然違うタイトルなんですよ。はあ、はあ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 、まあ、月替えはなんてタイトルだったか忘れちゃったけど、ライブでよくやるインストの小さな冒険っていう曲は最初はメトロっていうタイトルだったりとか、影っていう曲は最初、マットっていうタイトルで、これはあのマット・ハーディーっていうプロレスラーがいて、それでマット・ハーディーのプロレスを見てたらなんか作りたくなっちゃった曲だったんで作ったんだけど、最終的には全然違う内容になって、でタイトルも変えちゃったっていう、うん、あ、そういう飛躍というか面白いですよね、うん、最初思ってたのと全然違うものに最終的になるみたいなところが、うん、でとにかくこう打ち込みなんで前から作ってくるんです、うん、もう作りながら打ち込んでくんで、うん、前から順番にどんどん作っていくし、自分で弾かない前提なんで、あもうそこも違うな。そう、弾かない前提だからすごい細かい作業から入って全然問題ないですよ、はい、もう絶対俺はもう自分で弾く前提ですからね。特に今は前はそのバンドやってるみたいなのがあったから、あ、はいはい、あレスラーの曲は作らないんですかですって、しかべさん、レスラーの曲、レスラーの曲だ、そういうあれでしょ、レスラー、レスラーをテーマにしようっていうところからだと入れないってことで、いやいやいや、最初はそこから入るんですけど、あ、そうかそうかそうか、入るんだけど違うものになるんですよ最後は。あ、そっかそっか。じゃあレスラーの曲を作るとしたら偶然できる偶然できることじゃないとできないんだ、ね、うん、最初からレスラーの曲を作ろうと思って作れない。なるほど、
面白い。普段こういう話があんまりねしないというか、うん、改まってしないですよ、こういう話、うん、そうですね。そうでもないですか。しますか。しないしないしないし、いや聞いてほしいの、もっと。ああ、結構語りたいですよ。もう語ってほしいですよ。だって結構頑張って作ってる。いやいや、月影の打ち込みはマジですごい頑張って作ってるんで、本当聞いて、うん、話を聞いてもらいたいんですよね曲じゃなくてさ話を聞いて、僕がどれだけ苦労して、どれだけこう工夫して作ったか、こういう場でそういうのね、話してほしいですよ、ね、そっかそっか。なかなかないですよね、うん、なんかね、ライブハウスでバンドの人と出会ってそのまま飲んでたりしても、今音楽をやったばっかだからあんま音楽の話したくないですか、うん、まあ初めましてだと覚えてないですからね。そうそうそう、細かいことはね、なんか関係ない話をね、うん、しますよね。なんかこれ、そう、一昨日ライブだったんですよ。で、あ、なんか終わった後、ね、まあみんなで乾杯ってして、はいはいはい、話す話題が大体痛風の話でしたからねで実は俺もちょっと予備軍でとか、なんかそういう話になって、もう痛風の歌を、みんなで痛風の話しかしてない。痛風の歌を作るそっか。僕はその先月体調が悪かったから、うん、お酒をあんま飲まなかったんですよ、うん、で飲まないでいると飲まなくても平気になってきて、最近全然5月は多分3回ぐらいしか飲んでないと思うんですけど、すごいな。なんかそう、で長い間飲まないと、うん、あんま飲みたくなくなるんですよと。あ、僕はそうだった。いや、うん、まあそうですね、そうでもないっすね。そうでもないか。なんか お酒してる、お酒がちょっと嫌になって、だ昨日飲んだんですけど、昨日僕はレモンチューハイを飲んで、そのジュースみてえだけど実はアルコール入ってるぐらいのがちょうどよくなって、うん、まあ、特にオチもないですけど、まあ、健康にはいいかなというね。え、どうだろう、分かんない。だってああいうのってそのお酒以外のものがいっぱい入ってるから。いや、まあそのチューハイ自体は良くないけど、うんうん、そのお酒を、案外アルコールも強かったりするじゃない。まあまあそうですね、まあ、昨日飲んだレモンチューハイは確かに体に良くないけど、うんうん、お酒をあんま飲まなくなったっていうこと、あ、それはそうですね、こと自体は偉い体にはいいかなと思う。絶対無理。絶対確実にそうっすよ。いや、毎日飲んでるんですか。毎日、いや、だからつまみとか何してるんですか。つまみとか、家で飲むときは、まあ、なんかコンビニで買ってくるか、なんか簡単にちょっと冷蔵庫にあるもの火通して、ああ、自分で作るんだ。買ってくるか、探すかって、うん、そうですね、はい、そう、俺も1曲ぐらいやろうかな。あ、じゃあ、一応新曲があって、お、一応レコーディングもその曲をやる予定なんですよ、うん、オリジナル、はい、オリジナル曲。久しぶり、オリジナル、前回来た時、まあ、多分一郎さんのツイートだったから、ね、あと5分は、じゃあ、嫁のおまけって曲なんですよこれこそもう歌詞ありきってことが よくわかると思うんですよ。そうっすね、ちょっとじゃあやってみましょう。嫁のおまけ、はい、ちょっと優しい。俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のお荷物、俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のお荷物。嫁で持ってるような人間、家庭内で持っていない。権限、義理の母の家からの因縁、早速キッチンで料理するぜ。俺はマジでしょぼい人間、妬み、そねみ、ひがみ、恨み、つらみばかり、いつも低学歴、低収入、低能力、こんな俺と結婚した嫁がマジで半端ねえ。俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のお荷物、俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のお荷物。最近は娘にもバカにされるぜ。パパ、いつも失敗ばかりしているね。
妻の命令いいで俺を叩く娘、パパはいつも困ったさんだね、バシバシイエーイ。俺はマジでしょぼい人間、物のついでで生きてるような人生、おまけのような人生だけどおまけの方が豪華な時もあるぜ、イエーイ。娘が俺より歌がうまい、娘が俺より絵がうまい、早くも追いつかれた、追い抜かれた、もう疲れた、ハイタッチしてバトンタッチ、メインになりたかったけれどもいいや、そう獲物でいいや、主役になりたかったけれども脇役でいい、裏方でいい、どこかにきっとフィットする生き方がある、分相応に望みは低く、上見て暮らすな、下見て暮らすのが幸せ、 Hey!俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のお荷物、俺は嫁の付録、俺は嫁の付属品、俺は嫁のおまけ、俺は嫁のおまけ、イエーイ。まあ、こんな曲です。スラムですね、スラムっぽい。ありがとうございます。しかスラム感がすごいですね。あの人の歌、お母さんの歌だよ。僕あのヒップホップが大好きなので、うん、ちょっとスラムです、ね、ピアノで一人弾き語りヒップホップっていうのをちょっと、うん、っいいちゃんとヒップホップ、手もピアノもヒップホップでした。ありがとうございます。こういうのを今追求してて、こうなってくるとあの歌詞がふわふわしてると意味ないんですよ。なるほどね。僕ね、あのヒップホップのピアノとなり、はいはい、そのオーケストラなり、はいはいはい、クラシックっぽい楽器を使ってるヒップホップ超ツボなの。あー、わかる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 。それっぽい感じです。あ、よかったっす。すごい。これをね、ちょっと PV も撮って。これはワールドワイドにヒットしますよ。よかった。ちょっと6月下旬に。1000万枚目指しましょう。やった。もうやろう。1000万枚。いやでもこれはあの歌詞意味わかんなくてもそのあのヒップホップのそのなんすか、あのニュアンスは絶対、うん。海外の人も伝わると思う。今そのデケあのデケ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 っていうフローが世界的にあの認知されてるじゃないですか。あの昔のビートで言うとトラップビートとか言うんですけど、こういうあのジャズぐらいの遅いテンポでデケ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 って三連のフローでやるっていうのがまあ数年前からあのヒップホップの定番になってきて、でそれだと90年代のヒップホップとかってなんかみたいな感じ。こういうのだとピアノだとやりづらいっちゃやりづらく、ピアノ弾き語りで一人だとしかもあのループだし、あのやっぱオケの方が様になるみたいなのあったんですけど、トラップが登場してくれたおかげでなんかピアノでやってもなんとなくこうあの成立するような感じになって。ただ僕は思ってて、いや確かにそう、そうそうそう、うん、ありがてえなと思ってて、最近でもさあの横須賀の立ち飲み屋で一人で飲んでると、はい、そこがねゴリゴリにそういうの輪っかかけてくるの。そうそう、あのねそうなんですよ。今ヒップホップこういう感じ、焼き鳥食いながらこういうあの三連のね、はいはいはい、あれをねゴリゴリにかけてくる。でででででで、最近そればっかり聞いてる。そうそう、めちゃめちゃかっこ、俺も大好きでそういうの。だからこれはあの言葉わかんなくてもね、あのヒップホップ好きな人にはあの絶対伝わる。うん、じゃ1000万枚目指して。1000万枚目指して、 あと1分、結構この曲好きですと鹿見さんが言ってました。ありがとうございます。これはね響くもんだって。やった、嫁のおまけ。まあまあ本当そうです。でこれの流れを組んだ曲で新しい曲が今作ってて、うん、それはあのタイトルが気楽な予想というタイトルで、曲調オラオラしてんだけど、言ってる内容がすごい緩い。そう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 、言ってる内容がド M っていう。そうなんですよ。ド S のトラックでド M のことを歌うというね感じで、あとちょっと15秒なんですけど。じゃあ僕らこれからレコーディングしますんで。はい、赤尾さん、ありがとうございました。また来てください。ありがとう。頑張りましょう。イエーイ。ありがとうございました。ありがとう。イエーイ。